困難な展開の中でも伸びてきていますけれども、あの時っていうのは。やっぱり伸びるなっていう感覚っていうのはあるんでしょうか。はい、はい、そうですね、余裕はやっぱりあって、まあ、本当に。連日前で頑張ってもらってるんで、はい、それで。なんとか最後まで届いてます、はい。決勝戦乗ってきましたけれども、まずはどのように走っていきますか。そうですね、ラインとしては二つあると思うんですけど、あの、まあ、自分は短期で。 ええと流れでええー、とチャンス見つけてはいあの一発優勝を目指したいなと思います。<laughs> 最終的にはゴール伸びる自信というのはいかがでしょうか。まあもちろんはい自信持って最後踏みたいなと思います。まあかなり難しい展開の中で伸びてきていますが足の調子というのはどうでしょう、うん。足の調子はいいと思います。でも判断っていうかワンテンポを。 遅くいっちゃったんで、うん、もうワンテンポいければ早くいければもっと突き抜けれたのかなとは思いますさて決勝戦乗ってきましたけれどもまずはメンバーどんな印象でしょうかメンバーの廣く君もすごい調子戻してきてるし、うん、その岸んもすごいタイム出してるし強いと思うんで、うん、自分の戦法としてはやっぱり、うん、何んでもやるっていう方向でやっていきたいと思います。 あの準決勝戦なんですけれどもかなり抵抗されてのレースでしたがあの辺りというのはどんな気持ちでした、まあ、なんとか1着取ってあの決勝に進まないといけないんであので気持ちの部分であのなんとか乗り切れました 1>,、はい、1着で勝ち上がってきましたけれどもまずは決勝戦メンバー見ての印象はどうですかそうでですすかそね、まあ、あのもう自分のやることはもう力を出し切ることなのでその中で結果がついてくればいいと思います。 ラインが長いっていうところもやっぱりプラスになってきそうですか。そうですね、まあありがたいんで、あのその中で自分のできることをしっかりやります、はい。昨日準決勝戦はもう行こうと決めてたわけですか。そうです、もう先行で勝ちたいなと思ってたので、決めてました。それが決まった時というのはいかがでしたか。まあ最近準決勝勝ち上がってなかったね、も、ま、う、あ、すごいいい感覚ですよね。今もう決勝戦のイメージっていうのはできていますか。そうです、ある程度はできていますね。はい。どんなレースしていきたいですか。まあ積極的に。 走りたいいですね足のの調子というのはどうですかあどうですかね、まあ、あのー、もう年齢のこともあるんでね、あのー、まあ、いい意味で平行線って感じですね今、その年齢のことっておっしゃってましたけど練習ではどんな練習を今、してるわけですかあの若い子と連携することが多いんで、えー、特に出足を意識した練習を多くしてます、はいまさあ、その決勝戦なんですが、今日もその若い選手が目標になります、いかがですか。 そうです、ね、あのー、昨日初めて岸君に着かせていただいたんですけれども、あのー、すごく強かったんで、今日も、えー、気を抜くことなく、えー、追走したいいと思います今シリーズ2着、2着で来ています、このあたり、いかがですかもう前の選手のおかげで、恵まれただけですねただその決勝戦、どのように走っていきますかもう、近畿の3番手をしっかり固めて、走りたいと思います。 他のメンバーをご覧になってみての印象はどうですか。もうみんな強いんで、僕はまあしっかりとついていくことを専念したいと思います。準決勝戦を振り返っていただいてもいいですか。そうですね。伊坂君がかなり長い距離行ってくれて、僕も気合い入って止めなきゃと思って動いていたんですけど残せなくてちょっと申し訳なかったです。決勝戦のメンバーはどんなイメージですか。そうですね。まあひろた君がいて、うん、岸し君がまあの二分戦みたいな感じだと思うんですけど。はい まあ自分はしっかり広田君をサポートできればなと思ってます。広田選手との連携っていうのは、えっと一回だけあります。どうでしたか。えっとその時はあの失敗したんで、はい。今回はしっかりついてサポートできればなと思ってます。